僕の名前は日高さな、16歳の高校2年生。転校早々柊のせいでクラス委員にされちゃって参ったよ。けど図書室で声をかけてくれた隣のクラスの星野さんがいろいろ教えてくれて助かっちゃった。星野さんって星とエカで優しくてほんといい子だよな。昔は七香もあんな感じだったんだけど、またあの頃に戻れたらいいのに。閉じ込めた記憶に君を見つけ出したくて、素顔のままであの場所に帰ろうと、花びら落ちるような目に見えない風が吹き、つまずきながら笑い返すよ。宝物を流れ切って、綺麗な明日が僕らを この番組はマーベラスエンターテインメント、ハピネットとご覧のスポンサーの提供でお送りします。ねえどうする？どうするって何が？サナとナナカのことよ。え、サナとナナカのこと？あの二人、いつまでもあのままにしとくわけにはいかないじゃない。まあ確かにこのままほっとくわけにはいかねえか。そうよ、二人の友達としてほっとけないわ。じゃあどうすんだよ。どうするって、そうね、みんなで小土川に？そう、今度の日曜なんだけど、当然サナも来るよな。いいけど。ナナカも誘ってあるから、久々に5人揃って遊ぼう。ナナカも？うわー楽しみー、私みんなの分のお弁当作ってくね。ちっちっち、おかずは川で魚をたっぷり釣るから心配ご無用。用意するのはおにぎりとお茶くらいかな。ちょっとシュウスケ、そんな大口叩いて大丈夫なんでしょうね？大丈夫に決まってんだろ。休みの間に貯めたバイト代ですっげえいい竿を買ったんだ。あれがあれば鬼に金棒。俺の腕を信じて任せとけって、本当に？あと水着忘れんなよ。え、川で泳ぐのはまだ早いんじゃ。バカ、そうじゃなくて帰りにスパに寄るんだよ。スパ？そう、遊んだ後はスパで汗を流してさっぱりしようってわけ。そうなんだ。イエーイ。ちょっと捕まんねえようだ。こらなんだ、なーわり。もしかしてこれナナカの？ごめん、よそ見しててうっかり。後で弁償するから。別にいいわよ、どうせそんなに高いものじゃないから。Thank you.
壊しちゃったやつの代わりにと思って。じゃあ昨日あの子とお店にいたの？え？あ、ほら、昨日隣のクラスの星野さんと商店街で。ああ、どんな鏡がいいか迷っていたら星野さんにばったり会ってさ、それで相談に乗ってもらったんだ。そうなんだ。それでこないだ話したみんなで遊びに行く件なんだけど。ナナカも来るよな？ええ、行くわ。こっち側か。あそこの河原、子供の頃みんなでよく遊びに行ったっけ。クッキーだ。これナナカちゃんが作ったの？うん、初めてだからあんまりうまくできなかったんだけど。よし、久しぶりにクッキー焼いてみよう。おーい。お、あ、来た。サナちゃん、荷物ありがとう。重かったでしょ？それぐらい平気だって。よし、これで全員揃ったわね。あ、ちょっと待って、あと星野さんが。え、浅見も来るの？うん、この間商店街で会った時、去年はシュリやシュとクラスメートで友達だったって聞いたから声かけたんだけど、行けなかったかな？別に行けなくはないけど、うん、ごめんなさいね。日高くんが誘ってくれたものだからついお言葉に甘えちゃって。いいのよ、こういうのは人数多い方が楽しいし。でも待ち合わせ時間にもちょっと遅れちゃって、バスはギリギリだったし。バスはすぐ次のが来るからあんなに走ってこなくてもよかったのに。バスが来たのが見えたら焦っちゃって。それって、ああ、これ、この前日高くんのお買い物に付き合ってあげたらそのお礼にって、悪いからいいって言ったんだけど、選んでる時に私うっかり可愛いから私も買っちゃおうかななんて言っちゃったから、日高くん気を使ってくれて。そう、あの野郎、そんなことばっか言ってんだぜ。人のことより自分の方心配しろっての。なんだよそれ。これでよしっと。けど便利になったよな。バーベキューセットから調理器具まで全部現地で借りられちゃうなんて。このすぐ下にキャンプ場ができて、そこの管理事務所でレンタルできるようになったからな。でもキャンプ場のせいで随分木も切られちゃって。まあいいじゃん、それで便利になったんだから。そうかな。そういや、その昔ここで焚き火しようとしたことあったよな。え？でもマッチもライターも用意してなかったから、木と木をこすり合わせて火をつけるんだってゴリゴリやり始めたけど、これが煙も立たなくてさ。ああ、そのうち日も暮れてきて、もう諦めようって言ってもこいつ意地になっちゃってさ、火がつくまで帰らないとか言い出して参ったよ。へえ、日高くんがそんなことを。なんか意外。ガキん時はほんと強情でさ、強情の全国大会があったらこいつ絶対甲子園まで行ってたね。もういいだろう、そんな昔の話は。ギブギブギブ、この話は話して。シュー、これ。お、
サナ、これって。うん、ずっと持っててくれたのかよ。当たり前だろ。もっとも、もらってからずっとしまい込んでて一回も使ってないんだけど、今日は釣りするって言ってたから持ってきたんだ。じゃあ私のあげた手袋は？もちろん大事にしまってあるよ。片っぽだけの手袋なんて大事にしまっとくしか使い道ねえもんな。うるさい。二人ともいいな。私もプレゼント後に残るものにしとけばよかったな。ケーキだと食べちゃったら終わりだもんね。そんなことないよ。本当？嬉しいな。形はなくなっても思い出はいつまでも残るから。ってちょっとキザだったかな。キザだな。キザ、どっちかというとキザかな。とってもキザ。へえ。竿をもう一本あるんだけど、誰か使わねえか。私パス。ねえシュウちゃん、それ虫つけるのじゃないよね。そうだけど。だったら私やる。いい？ああいう風にやればいいから。わかった。うん、じゃあやってみて。どうしたの？引っ張っちゃダメ、引っ張っちゃダメ。葵ちゃん、竿を下ろして、竿を。サナ、引いてる。引いて。引くの？引かないで。引いて。引かないで。引け。これはどういうことかな。いや、まあなんというか、自然が相手のことだから、たまにはこんな日も。あのね、それで済んだら税金泥棒はいらないのよ。いや、そうでなくてもそれはいらないだろう。シャラッサナ、あんたも連帯責任だからね。涼しい顔してツッコミ入れてんじゃない。けど僕は一応一匹は釣ったわけだし。サナ、きったね、自分だけ。どっちにしても一匹だけじゃ話になんないっつーの。あおいさん、それはバーベキューの用意。いや、ひでえ、あおいさん俺のこと信じてなかったんだ。そういうわけじゃないんだけど、もしかしたらお魚釣れないかもって思って。やっぱり信じてないじゃん。どうせ俺なんて。お魚、こんな感じでいいかしら。うん、それでいいよ。バーベキューの用意サボんないでよね。魚釣れなかった分しっかり働いてもら。どうかしたの？いや、なんでもないよ。そろそろいいわよ。じゃあまずは乾杯しましょうか。それでは僭越ながら、私若月修介が乾杯の温度を取らせていただきます。思い起こせば5年前、親友の日高さな君が。早くしないとバーベキュー焦げちゃうよ。が、じゃあ乾杯。じゃあってなんだよそれ。乾杯。乾杯。
うまい。いやー、やっぱ河原でするならバーベキューだよな。はい、サナちゃんのずっとお魚だよ。ありがとう。今焼きおにぎりも作ってるから後で持ってくるね。食った食った。あんた一番食べたんじゃない？魚一匹釣れなかったくせに。熱かもし。あとはデザートでもあれば。あ、それなら。おいしそう。ちゃんと声かけてもらってないのに来ちゃって悪いと思って作ってきたの。え、これ手作りなの？すげえ。早く切れよ。慌てないで。崩れたらどうすんの？わあ、それちょっと曲がってるぞ。不公平じゃん。あんたが押すからよ。ななか、あさみがタルト焼いてきてくれたよ。こっちおいでよ。一緒に食べよ。私はいいわ。お腹いっぱいだから。ここか。思ってたよりでかいだろ。うん。中に入ったらもっとびっくりするぜ。うわ。な、行っただろ。お待たせ。おお。こっちもなかなか。うん。ああ。悪かったわね。おっぱい大会残念賞で。誰もそんなこと言ってねえだろ。言わなくたって顔に書いてあるっての。あのさ、七香は？すぐ来るわよ。お待たせ。わ、悪くはないよな。しょうがないでしょ。私、水着ってこれしか持ってないんだから。やっほー。あの、これって危険じゃないよね。大丈夫だって。シュリも星野さんも滑ったし。でもみんなすごい声出してたよ。あれは楽しいからだよ。まさか滑ってた下にサメとかいないよね。ないない、絶対ないよそんなこと。目覚めちゃったみたいね。そうみたい。おい、あの、葵ちゃん、スライダー結局何回滑ったの？わかんないけど、いっぱい。最初はあんなに怖がってたのに。そうそう、さらに何回も下にサメとかいないよねなんて聞いたりして。嘘嘘、何回も聞いたりしてないよ。一回だけだよ。あ、そうや、サナ、お前プールでもずっと腕時計つけたまんまだな。うん、これ完全防水だからつけたままでも平気なんだけど、それ結構ごついから邪魔にならない？もう慣れちゃったから平気だよ。ちょっと外して見せてくれよ。ダメ。なんだよ、ケチだな。周囲に渡すと危ないからね。どういう意味だよ。ずいぶん大切にしてるのね。ああ、サーナ、もしかしてそれ女からのプレゼントなんじゃ。だから俺にも。で、何すんだよ。私もう少し泳いでくるわ。ああ。
覚えてる？ん？あの川でサナちゃんがお魚焼くって言って火を起こそうとして。その話はもういいって。そうじゃなくって、結局火はつかなくてみんなお腹ペコペコになっちゃったじゃない。あの時ナナカちゃんがみんなにクッキーくれて。覚えてる。美味しかったよね、あのクッキー。そうだよね、また食べたいな、あのクッキー。あるよ、あのクッキー。え？クッキー、みんなに食べてもらおうと思って焼いて持ってきてたの。なんだ、だったら言ってくれればいいのに。ねえ、これからうちでお茶しようよ。ね、それじゃあいただきましょうか。クッキー焼いたの久しぶりで、っていうか元からあんまりうまくないから、だから絶対絶対美味しくないわよ。美味しいよこれ、あの時と同じ味だ。美味しかった。あ、そうだ、これクッキーのお礼。昼間川で見つけたんだ、水の中に落ちてて。いいな、いいな、私も欲しいよ。ごめん、これ一個だけなんだ。へえ、残念。でもしょうがないか、それナナカちゃんへのお礼だもんね。けどやっぱそんな川で拾った石じゃ嬉しくないよね。ううん、そんなことない、すごく嬉しい。はい。あ、母さん？うん。学校？ちゃんと行ってるって。え？なんか声が弾んでる？いいことでもあったのかって？うん。ちょっとね。これはサナからの私へのプレゼント。私にだけの贈り物。僕たちは遠回りをするのさ、ただ夜空を見つめて、長い坂道を下った場所には思い出と出会った。私と俊介さんが恋の命で最前線で大激突、ストロベリージャンプシュートで俊介さんのハート絶対ゲットしちゃうんだから。次回マイセルフユアセルフ、子供じゃないよ。エバーグリーンな魅力の私がシャイニングスターのような笑顔でみんなにハピネスをプレゼントって誰なの君。それは次回のお楽しみ、みんな絶対見てね。この番組はマーベラスエンターテイメント、ハピネットと
ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。